まだしてなかったです。はい、これで録画があります。それではですね、9月22日、秋分の日ですね。アウェイ・イン・ヒム。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されています。コロサイ2-3。これでいいでしょうかね。はい、おはようございます。改めておはようございます。ラインナップの方がちょっとうまくいってませんが、今日はですね、雨がだいぶ降ってますね。まあ、台風はもう行っちゃったんですけども、多分秋雨前線だと思うんですが、今日はね、また車が一時的に使えるかもしれません。車はもう乗れないの。そこのところはまあちょっと見えてないんですけども、まあ車が使えるように祈ってくださいね。はい。それではですね、始めたいんですが、今日は秋分の日ですね。今日は祝日ですね。秋分、昼と夜の時間が同じくらい。山本さん、車が使えるように祈ります。ありがとうございます。と、昼と夜の時間が同じぐらいということで、そうですね。車についた鳥の糞はどうしましたか。水で洗いましたね。水で洗いました。昨日本当にびっくりしましたね。鳩がたくさん飛んできてですね、七国の鳥という映画があるんですけど、全然、餌の用意は、ね、してなかったんですね。ごめんなさい、ちょっと。すみません、ちょっと LINE の方はちょっと待ってますよね。久しぶりに原付乗ってほしいな。そうですね、車を使えないと原付に乗ることもちょっと考えてますけど、ちょっと原付も調子が悪くてですね、エンジンがかからないんですね。ですから、少しエンジンがかかるように修理しないとちょっと使えないんではないかと思います。鳩の多さと糞に驚いて、わお、すごい、良いしもべたちだと思いました。鳩が良いしもべなんですか。
鳩のいたずらは霊的に何の意味がありますか？リクジョーナーの本にですね、その、悪霊である鳥がね、こう、糞を落とすという箇所がありました、ね。やっぱり悪霊がですね、悪い思いをですね、こう、与えるという意味があると思いますね。で、その糞によって汚れる。ね、糞によって汚れるという、そういう意味があると思います。今 LINE の方も始めようとしています。なかなか LINE の方は電波の調子が悪いでしょうかね。目開いてますか？ですね、ちょっと画面が明るいので、眩しいので、ちょっと細めになってます。ちょっと画面を少し暗くすればいいんですね。真理は、やっぱりキリスト教ですね。仏教では、わけのわからない奇妙、奇てれつな話が多いですから。アイライナー部のも始まりましたね。キーちゃん、今日の教えは何を？そうですね。まず、先ほどの、御言葉からやっていきたいと思いますが、御言葉はですね、また、ダメですね。LINE LIVEダメですね。うまくいきません。知恵と知識が、キリストの中に隠されている。知恵と、知識がキリストの中に隠されているということです。つまり、私たちは、その、イエス様に祈るときに、知恵と知識が与えられます。皆さん、自分の知恵、自分の知識で歩むのではなくて、自分の知識、知恵で歩むのではなくて、イエス様の、その祈りによって、イエス様から、知識と知恵を、いただくことが大事かなと思います。私たちは、そのイエス様と一緒にいるならば、心配することないんだ。イエス様と一緒にいるならば、心配いらないんだ。いつでも助けてくれる。知恵を与えてくれる。知識を与えてくれる。LINE LIVEダメですね。ちょっとね、何か調子が悪いんですね。申し訳ありません。何か調子が悪いんですね。はい、ごめんなさい。もう一回ちょっとやってみましょう。日本語とヘブライ語は関係ないとネットで見ましたが、二世言語比較論、つまり語呂合わせとの意義を出てない。でも、500ぐらい、ね、500ぐらい、あるということなので、もう500もですね、500も、あるならば、それはもう語呂合わせでは無理だと思うんですが、私はいろんな意味で、もう弁解の余地がないほど、イスラエルの文化があると思いますよ。その語呂合わせどころか、ね、もう驚くようなその文化が日本の中にあると思いますけども、いかがでしょうか。
人間の知恵と神の知恵、人間の知恵と神の知恵、その、人間の知恵というのは、なんて言うんでしょうかね。人間の知恵というのは、まあ、本当の知恵じゃないと言ったらいいのかな。人間の知恵というのは、まあ、不完全と言ったらいいでしょうか。人間の知恵は不完全な知恵と言えるでしょう。しかし神様の知恵は、もう本当に、その、いろんな状況の中で、まあ、完璧な知恵と言ったらいいでしょうか。神様は全知全能ですから、その全知全能の中の知恵です。ですから、最善の知恵だと言えるでしょう。人間の、その、まあ、理解力というのは、人間の理解力というのは、その、限られたものです。ね。限られてますから、そういう意味では、ね、その人間の理解力が限られてますから、その限られた、その知識の中で、知恵というのも不完全だということです。多くの人は、その、人間の知恵で生きています。人間の知恵で生きています。ですから、私たちは人間の知恵で生きるのではなく、祈りを通して、聖霊様を通して、神の知恵、神の知識で、歩むべきではないでしょうか。ごめんなさい。どうもですね、LINE LIVEの方は、ちょっと、今回は無理のようですね。個人的に関係があるとしたならば、なぜ日本で神聖の、古ヘブライ語で書かれた旧約聖書が出土してないのかと思います。私もそう思いますね。なぜ日本にイスラエルの文化が来ているのに、聖書がないのか。そこが私は、やはり疑問ですね。疑問です。でもそれは、その、課題としてはありますけど。だからといって、決定的に、その、日本にイスラエル文化がないと、いうことにはならないと思いますね。今から2000年前、もし仮にイエス様が来なかったら、我々は今頃どうなっていたか。それはあまり考える必要がないと思うんですが。まあ、無理して考えるならば、もう人類は滅んでいるんではないかと。人類は滅んでいるんではないかというふうに考えます。ごめんなさい、LINE LIVEはちょっと無理のようですね。無理のようですね。一応、こうして。そうですね。日本とイスラエルの関係で2つ言えることがありますね。2つ。1つはですね、中田十字という人が、まだイスラエルが再建してない前、1948年前にイスラエルの再建を信じて祈りました。ホリネスの初期の頃ですね。ホリネス教団の初期の頃、ちょっと一つビデオがあります。ちょっと待ってくださいね。
すいません、あのビデオ、あの貸し出ししてちょっとなかったんですけど、そのホリネスの人たちが、ね、イスラエルのために祈ったんですね。そしたらば日本にそのホリネスリバイバルという、ホリネスリバイバルというリバイバルが起きました。そればかりではありません。それからしばらくしてですね、本当にイスラエルが再建したんですね。今まで世界中に散っていたイスラエルが、もう一度イスラエルという国として、1948年に再建しました。もうイスラエルの、あの、そのホリネスの人たちは大喜びですね。祈って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 きたことがですね、本当に成就したんです。そして聖書には、その、そうなる、その、再建するという予言があります。ね、神様はまたイスラエルを集めるという予言があります。ですから、その、そういう意味では、日本とイスラエルと関係があると思います。それからもう一つは、杉原中根ですね。杉原中根は、リトニアかな、リトアニアの、外交官なんですけど、ユダヤ人の人たちが、通行ビザですね。通行ビザ。ただ日本を通行するビザを発行してほしいということで、杉原中根はクリスチャンだったので、外務省の命令に反してですね、外務省は出しちゃいけない。ビザを出しちゃいけないっていう、その通達があったんですけど、杉原中根は、まあ、信仰的だと思うんですが、信仰的にビザを発給して、およそ5、6千人のユダヤ人の命を救ったという、そういう話があります。まあ、その二つの話だけでも、何かイスラエルと日本と深い関係があるような気がします。国連決議はどうなったのでしょう？気になります。ぜひ私もですね、ちょっと調べてみます。はい、まゆみさん、おはようございます。私もですね、ちょっと調べて、ですが、まだ、今のところはですね、各国の演説のような気がします。国連のホームページを見てるんですね。国連のホームページを見たらですね、まだ、そういう、決議はされてないようです。各国の演説のようです。皆さん何か情報が入ったらぜひ、教えてください。国連総会は26日まであるそうです。今日が22日ですから、まだ、22日ですから、あと4日ぐらいありますので、ちょっと様子を見ましょう。ね。非常に、まあ、気になることです。ね、気になることです。少し様子を見てください。そういうわけで、日本とイスラエルと深い関係がある。まず言えることは神社ですね。神社の、その、神社がですね、神社が、まあ、その、幕で仕切られてて、二つ部屋がある。それから、神主のスタイル。あと、手を洗う水盤。その神社の境内。それが、イスラエルの神殿と非常に構造が似ている。それから、こう、榊をね、榊を振るということも、イスラエルにあるんですね。それから、狛犬がこう、神社の前にこう、いますけど、あれもイスラエルにあるんです。ですから、神社の、まあ、形式がですね、非常にイスラエルと似ている。それから、天皇制が、その、北イスラエルの王制と関係があるんじゃないか。それから、民謡の歌詞が、ヘブライ語で、理解ができる。それから、あと、日本が風呂好きだとか、塩を使うとか、それも似ている。
から、相撲もですね、ヤコブの相撲から来たんではないか。イエス様を信じたら神社に行かなくなりました。それは正解ですね。正解です。あと何があったんですかね。あとはですね、何でしょうかね。あ、そうそう。長野県の諏訪神社が、その、アブラハムとイサクの物語と関係があるような神社じゃないかと。モリアという言葉が聖書にあるんですけど、モリアの山という。で、そのモリアという言葉が、その諏訪神社にもあります。それから、その、イサクの川にヤギが与えられたのかな。ヤギが与えられたんですけど、その諏訪神社の関係に、このヤギを殺すような、そういう儀式があるのかな。そういうのを全部単なるこじつけで日本とユダヤと一致させようとしているに過ぎないと言っている人がいます。そのこじつけかどうかはよくですね、よく考えなきゃいけません。イスラエルにですね、イスラエルにそういう、まあ、失われた十部族について調べる機関があるんですね。なんていう機関だったかな。なんとか機関っていう機関がありまして、その調査する人が日本にも来てるという。そして、エリ・コーヘン。元イスラエルの日本大使。イスラエルの日本大使のエリ・コーヘンという人だったかな。その人が証言してますね。証言してます。日本にイスラエルの文化があるということを証言しています。また、京都の祇園祭りの、まあ、その、スタッフの人がですね、その祇園祭りはイスラエルのお祭りだというふうに証言してますね。まあ、YouTube にそれ載ってますので、まあ、そういうわけで、いろんな意味で、こじつけでは説明つかないことがたくさんあります。カチカチ音が鳴ってる。ちょっとわかりません。はい。今私もキャスでネット伝道してます。まゆみさん、素晴らしいですね。キャスでネット伝道してます。リスナーに一言。はい。まゆみさんのリスナーの方々、ね、どうぞまゆみさんよろしくお願いします。まゆみさんが、伝道してますので、ぜひ、まゆみさんのメッセージを聞いてください。カチカチ音がしてる。ちょっとそれわからないですね。カチカチ音がしてる。ごめんなさい。みんな鳴ってますか？カチカチ音が鳴ってますか？めっちゃうるさい。あ、ほんと。じゃ、ちょっと待ってくださいね。カチカチ音がしている。どっから音が出てるのかな？あ、ほんと。カチカチ音がしている。じゃ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと治るかどうかやってみます。それは、クイアクさん。
ずっと受けになってます。あの音は消えましたか？できれいです。こちらの方はある意味、ああ、音消えましたか？進んでいい。はい。まあ、もし、あの、こっちの方がいいなら、こっちでも。うん。時々ね、ちょっと、そういう。あの、音の不調がありますので。まあ、マイクは2つあるので。うん。これでいいなら、これで行きましょう。はい。それではですね、そうですね、それではですね、どんな目線しましょうか。これいい感じ、はい。このままでいい。はい、そうですね、じゃあこのままでいきましょう。それではですね、何の話したらいいかな。時間的にはどうでしょうかね。カチカチ治りました。あ、カチカチ治ったらそのままいいかもしれないね。もう一回いろいろ問題が起きます。それではですね、まあ、その国連決議の問題も、決議したいと関係があるんですね。で、宇宙同士論というのもありますけど、あの、日本人はね、イスラエルの、その、イスラエルの、なんていうんでしょうかね。その自由不足から、あの、全部来たということはないと思うんですね。まあ、その遺伝子学的に、人間としては、別なんだそうです。だけど、ほんと、あ、声は聞き取れない。何言ってるかわからない。声が変。じゃあ、戻しましょう。戻りましょう。じゃあ、もう一回音がしますから、ちょっと皆さん、ボリューム絞ってください。はい、すいません。やっぱりこっちの方がいいですか？ね、こっちの方がいいでしょうか？すいません。またちょっと音が大きかったので、ごめんなさい。これでいかがでしょうか？またカチカチ言い出した。ああ、ちょっとごめんなさい。カチカチ言う。こっちはカチカチ。どっちがいいかな？これでいいですか？これでいい。アメン、アメン。まあ、ちょっとカチカチ言うかもしれませんが、こっちのが、もし、聞き取れるなら、これでやっていきましょう。ね。はい。ですから、日本人がね、日本人が、その、ユダヤ人から来たということはないと思うんですが、ただ、日本に、その十部族の一部が来たということは十分にあり得ると思います。ですから日本人の血に、イスラエルの血が入っているということは十分にあると思います。で、それが何パーセント、何パーセント入っているか、何パーセント入っているか、それはちょっとわかりません。何パーセント入っているかがわかりません。そして、それがどういう意味なのかはわかりません。もう一つ、よく私が言うのは、この終わりの時の、リバイバルで、東のイスラエルから見て、東の果てから、この太陽が昇る。そういうことの中で、日本が、日の元と書く日本国、太陽の、国である日本が、聖書によると、その日の昇る国からうんぬんってありますね。日の昇る国からうんぬん。ですから、そういう意味でも、この終わりの時代に日本が何か、
この大きな働きをするという予言があります。ガチガチが半端ではない。困りましたね。どうしたらいいのかな。ちょっと待ってくださいね。何かカチカチを止める方法があるかもしれません。ちょっと待ってくださいね。カチカチを止める。祈って直してください。あれ、祈って直してください。はい、私の方にはカチカチがないんですよね。あ、これかな。じゃあこれ、あ、ちょっと治るかどうかやってみましょう。はい、これで、あ、治ったでしょうか。あ、これで治ったでしょうか。治ってないかね。治ってない。治ってないですか。あ。ベチベチが半端ない。治らない。ね。困りましたね。はい。ごめんなさい。すいません。マイク変えれば。そうですか。ディスクトップでちょっとやりましょうか。ね。じゃあですね、どうすればいいのかな。一度切れちゃうかな。じゃあちょっとですね、ディスクトップで放送し直しましょう。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっとディスクトップの方で放送し直します。はい、ディスクトップの方で放送します。少しお待ちくださいね。これを途中でできるのかな。はい、それではですね、ディスクトップの方でやりますので、一旦切らなきゃいけないのかな。ちょっと、わかんないんですけど、一回やってみましょうか。できるかどうか。前回のライブの収録、ちょっとお待ちください。一旦切れます。
視察厳しい。ああ、視察厳しい。どうしましょう。ピント合わせてください。それではですね、明石タイム行きましょう。ね、明石タイム。明石タイム。イエス様を信じて。イエス様を信じて。人間の知恵ではない、自分の知恵ではなく、イエス様の知恵で、歩むようになった。祈りを通して神の知恵で生きるようになった証。神の知恵で生きるようになった証。スタート。スタート。イエス様の知恵で生きるようになった証。スタート。自分に頼らなくなった、レイチェルさん。自分に頼らなくなった。イエス様を信じたら、欲に溺れることがなくなりました。これが大きいです、ハルさん。これは大きいです。イエス様を信じたら、欲に溺れることがなくなりました。おばあちゃんの知恵をすべて捨てることができました。おばあちゃんの知恵を捨てることができました。LINE LIVE の方はなんか光がチカチカするということで。なんでこう光がチカチカするんですよね。何か LINE LIVE の方は光がチカチカしてます。証はそれだけでしょうか。証はもうないですか。持っているものは与えられ、持たないものはさらに奪われるという言葉が身に染みます。これはですね、まあ霊的なことを言うんですね。霊的なこと、つまり信仰やですね、賜物とか、それから愛とかね、そういうものがですね、その持ってるものはもっともっと与えられるけど、持たないものはなくなってしまうということですね。車が鳩の糞で汚れてしまった。ガソリンスタンドで洗車したら心まで綺麗になった。欲に溺れることがなくなったら、物事を冷静に、信仰的に見ることができるようになりました。アメン。アメン。欲があると物事が、ね、なんか歪んで見える感じでしょうかね。欲がない方が冷静になれます。カメラのピントを甘くすると少し軽減されます。あ、そうですか。カメラのピント。ギャンブルにも、酒にも、女にも溺れず、イエス様を第一に考え、ゲスな上司にへつらい取引先には、おべっかする生き方をやめることができました。はい、アメン。ちょっとやってみましょうか。ピントをずらせばいいんですね。ピントをずらす。ちょっと待ってくださいね。ピントがずれるかどうか。はい。では行きましょう。ピントがずれるかどうか。あ、できましたね。
はい、ちょっとピント少しピントをずらしましたので、少しピントがボケてますけど、確かになくなりましたね。これは、まあ、ピントがボケてもこの方がいいかもしれませんね。少し ボケております セピア色になった。これも何か知恵ですね。これは春さんの知恵かな。春さんの知恵です。不倫されて立ち直れなくて頭から離れないときはどうしたらいいですか。その不倫がですね、結婚関係の不倫なのか恋愛関係の不倫かによって違うんですけど、もし恋愛関係ならもう別れちゃいましょう、ね。恋愛関係なら別れましょう。ピンボケを目が修正しようとしたら脳細胞がやられた。結婚して半年で子供がお腹に、あ、じゃあ結婚関係なんですね。そうですか。それはきついと思いますね。イエス様を信じてですね、イエス様を信じて、夫を許しましょう。不倫を許すんじゃなくて、夫の罪を許しましょう。その、すごく苦しいと思いますが、イエス様が慰めてくれますので、ぜひ、まずイエス様を信じて、ね、今度夫が不倫をやめるように祈ってください。牧師さんによって罪の定義がまちまちなんですが困ってます。罪の定義はそんなに大きな違いはないと思うんですが、おおよそ罪の定義は同じではないでしょうか。まあ基本的な定義は神様に、まあ従わない、神様に反逆する、これが罪の定義ではないでしょうか。別れたら罪なの。その聖書では離婚は禁じられてますね。離婚禁じられてます。不倫の場合はいいという箇所もありますので、不倫の場合は離婚してもいいかもしれませんが、しかし原則的には、ね、許して、夫が不倫をやめるように祈ってください。それが、ベターだと思いますね。ベターだと思います。不倫は大きな罪ですね。姦淫と言いますが、聖書によると姦淫は大きな罪です。でも、信仰のない方はね、信仰のない方は、まあ、知らず知らずと言いましょうか。罪の認識が弱いんですね。もちろん信仰のない方だってね、不倫は良くないということはおおよそわかります。おおよそわかりますが、クリスチャンになると、その罪の、意味が大きくなりますね。罪というのはまさに、悪魔が誘惑してくることだ。罪というのは、その神様に反逆することだ。神様に敵対することが罪なんだ。私たちは罪というものを深く認識します。浮気しない男の人って、いない気がします。この世の中にはですね、もうみんな、ある意味では悪魔の虜ですから、悪魔の虜ですから、みんな、そういう、姦淫の心を持っています。だからこそ、悔い改めて、イエス様を信じるわけですね。そのイエス様を信じるというのは、まさに、その、姦淫の心を悔い改めて、その正しく神の愛で夫を愛する、
神の愛で妻を愛するという、そういうことが必要なんだよということですね。会社で年下の人が偉そうにしていますが、そこは怒らず信仰的に理解してもらえるようにどうしたらよいかを考えています。アメン。忍耐してあげてくださいね。忍耐してですね、そういう、ことに対して、ね、善意で接するんですね。なかなか難しい。なかなか、難しいですが、そこで忍耐が必要です。そして祈ってあげてください。神の力で、それこそ神の力で、それを解決する。自分の力で怒って解決したり、裁いて解決すると悪い方向に行きます。しかしイエス様のやり方で許して愛を持って接するならば、そこに奇跡が起きる。そこに何かですね、神様の働きが起きると信じます。飼い猫を2階から投げ捨てる虐待をしてしまい、在籍下に苦しんでいるときに、吉尾放送で、悔い改めるコメントしたら、ちょうどその日に1ヶ月戻ってこなかった猫が寝ているのを見つけ、気がついたらイエス様にひれ伏していました。アメン。アメン。これは偶然じゃないと思いますね。偶然ではなくて、やはり、悔い改めると何か起きるんです。皆さん、イエス様に悔い改めると何か奇跡が起きます、ね、イエス様に悔い改めると、油注ぎが来ます。以前はエルソーに左打ちは生活している人に対して怒っていました。でもイエス様を死んだら許せるようになりました。アメン。アメン。素晴らしい。身近に人を精神的に傷つける人がいます。正すべきでしょうか。ですね、イエス様は、イエス様に委ねてください。責めたり、裁いたりしないで、その優しく接して、ね、その、神の愛で、その人が変わるように、神の愛で、その人に接してあげてください。こんばんは。こんばんは。今日は中配信ですか。徹底的に信仰するぞ。信仰するぞ。ルカさん。アメン。アメン。野田くんがすごく落ち込んでいるので励ましてあげてください。そうですか。どんな時でも優しくですね。わかりました。キューちゃん。アメン。アメン。ね。人間の知恵はですね、人間の知恵は、その人を裁いて、責めて、ね、その人の罪を変えようとしますが、それではですね、その、悔い改めないんですね。それで人間の心は変わりません。その人を変えたいならば、神の愛で関わるんですね。神の愛が人を変えるんです。それが十字架です。十字架っていうのは、神の愛なんです。私たちは十字架を見て悔い改めます。十字架は人の心を変えるんですね。ですから皆さんが神の愛で人に接するときに、それは十字架の愛で人が変わるということですね。十字架の愛で人が変わる。その奇跡を皆さん、体験してください。神の愛の奇跡を体験してください。神の愛の奇跡を体験してください。ジョイスさんとフェイスブックでチャットするのをやめました。これからはイエス様と心でチャットします。アメン。素晴らしい。素晴らしい。祈りはですね。祈りはイエス様との心のチャット。イエス様とのチャット。それが祈りです。短期ってどうしたら治る？イエス様を信じて、
信仰で歩んでください。優しくなります。罪を犯した人間を拷問にかける描写がベルセルクにありましたが、イエス様は優しくなだめるのですね。そうですね。気がついたら賛美歌を歌ってました。アーメンって日本語でどんな意味ですか？はい、その通りですみたいなですね。はい、確かです。はいという意味ですね。はい、いいえ、はい、いいえのはいですね。イエス様から祝福を受けたいです。どうしたらよいですか？油注ぎを受けてください。イエス様を信じて油注ぎを受けてください。この放送を見るようになったら怒らなくなりました。アメン。怒らなくなりました。柔和になったんですね。シャロームって漢字で書いてもいいですか？もしかしたらですね、中国語にシャロームという言葉がもうすでに漢字であると思います。もうちょっとどんな漢字かわかりませんが、中国語、ネットでですね、日中の辞書があると思うんで、それで調べるといいかもしれません。信仰するぞ、祈るぞ、悔い改めるぞ、私は絶対に罪を告白するんだ。克服するんだ。私は絶対に罪を克服するんだ。アメン。ぬかさん。イエス様が変えてくれます。自分の力ではありません。イエス様の力によって、罪から解放されます。十字架の力によって、罪から解放されます。上司にひどいことをされても泣き寝入りすることにしました。アメン。そうです。それが大事です。それが大事です。私たちは自分で裁くのではなく、天のお父様に、委ねるのです。復讐してはいけないとあります。復讐してはいけない。天のお父様に委ねる。天のお父様に委ねる、それが大事なんですね。天のお父様に委ねる、それが大事です。裁くことができるのはイエス様のみ。その通りです。その通りです。ここに集う信者の運命はキューちゃんにかかっています。キューちゃん長生きしてください。はい、私にかかっているのではなくイエス様にかかっています。私ではありません。イエス様です。ですから心配しなくていいです。イエス様がすべてをご存知で、すべてを導いてくれます。イエス様に委ねましょう。イエス様に委ねましょう。燃えてます。やる気が出てます。ルカさん、それですよ。ルカさん、それが油注ぎです。決心するならば、ね、イエス様に向くならば、ね、やる気が出ます。油注ぎがあります。力をもらえます。ね、元気になるんです。私たちは、イエス様に向かうことによって驚くほどに、油注ぎが来るんです。ですからそのことをしっかり理解しましょう。イエス様に向くならば元気になるんです。誰でもです。誰でもイエス様に心を向けるならば、信仰をしっかり信じるならば、悔い改めるならば、油注ぎが来るんです。今日は涼しいですが、僕も信仰に燃えて体が熱いです。助けてください神様。アメン。年をとってもイエス様から洗礼を受けれますか？はい、受けれます。受けれます。イエス様は永遠に無敵のお方なので心配無用でございます。イエス様に帰依したら今までの悩みがどうでもよくなりました。ルカさん、ね、よかったですね。よかったですね。もう、イエス様に委ねれたら、もう心配無用なんです。イエス様に委ねたら心配無用です。
伝道していますが、人が集まらないのは油注ぎが足りないからですか？いえいえ、そう思わないでください。やめ、まゆみさん、私も最初はですね、最初はツイキャス、あまり人が来なかったんです。あまり来なかったんです。でもですね、まゆみさん、人数じゃないんです。人数じゃなくて、ね、少数であったとしても、一人でも二人でも、喜んで伝道する。一人の救いは大きいんです。ね、人数は神様が決めます。私たちは、ね、一人の人を尊重すればいいのです。ニートになったら早起きにならない、しなければならないという悩みが消えました。永遠のユートピアに思いを馳せて、イエス様を信仰します。チャンネルをやめたのは人数の問題だと思ってました。もちろんですね、他に方法がないならそれで満足すべきですね。私の場合は、まあ、ユーザー放送の方が人が来るというので、そのユーザー放送という方法があったので、そっちを選んでるだけです。他に方法がなければそれでいいのです。徹底的に帰依したら、社会は汚れている悪だと分かりました。アメン、アメン。キューちゃんの放送を毎朝見るのが日課です。アメン。なかなかですね、イエス様のことを聞く放送は少ないです。あ、もう時間来ちゃいましたね。イエス様の放送を聞く時間が少ないです。そういう意味では皆さんが、ね、この天国大学の放送を見ることは大正解です。大正解です。聞くだけで学ぶことができます。聞くだけで油注ぎを受けることができます。証しを見ることができます。信仰コメを読むことができます。もうそれで、私たちの信仰は燃えていくのです。私たちの心は燃えていきます。夜勤明けでもこの放送を見ると元気が出ます。イエス様ありがとう。毎日祈り続けていたら、イエス様のおかげで悪習慣がなくなりました。ステップバイステップで良くなります。ステップバイステップで、だんだん良くなるのです。私たちは、その御言葉によって歩みます。最近知り合いの配信者の小鉄さんが汚れを取りたいと言っていますが、取れますか？イエス様を信じるならば取れます。イエスキリストを信じることが大事なんです。本当にどれほど大事なことなのか、どれほど大事なのことなのか、体験して分かってきます。これからも信仰頑張ろうね。さあ祈るぞ。元気がないときにこの放送を見ると元気になって、はい、元気になります。ワンフォーオール、オールワン、オールフォーワン。このワンは、まあ、イエス様のことだと思うと分かりやすい。ね。イエス様はすべての人のために死んだ。すべての人はイエス様のために生きる。このワンというのはイエス様のことなんですね。確かにこの放送を見ると笑顔になる。アメン。今日はいい勉強になるな。心が現れます。この放送が毎日の活力です。アメン。それは私じゃありません。私じゃないんです。イエス様なんです。皆さん、イエス様が力の源なんです。イエス様がですね、その力の源、元気の源、命の源なんです。そのことをしっかり理解してください。イエス様から来るんです。イエス様から皆さん、良いものが来るんです。皆さんの希望、命、平安が、イエス様から来るんです。十字架から来るんです。そのことをしっかり確信してください。他からは決してないんです。
他からは来ないんです。他から何も良いものは来ません。十字架からだけなんです。十字架からだけ来るんです。イエス様からだけ来るんです。そのことをしっかり理解してください。だったら皆さんどうすればいいかが見えてくるんです。私は必ず天国に行くんだ。アメン。必ず行くんだ。皆さん励みましょう。どれほど素晴らしいとこなのか、どれほどパラダイスなのか、私たちは想像もつかないほどなんです。ただ信じるのです、ね。もうお金なんていらない。信仰があれば心配無用に、心配ないと思えるようになりました。そうなんです。お金は妄想なんですね。お金は妄想です。お金自身が悪いものではありません。しかしお金が妄想になってイエス様の方に目を向けないで、お金の方に目を向かさせられている。悪魔によって、誘導させられているんですね。あ、時間来てしまいましたね。それじゃあ今日の放送、見て、今日の放送見てイエス様を信じたい方アメンと言ってください。イエス様を信じたい方アメン、イエス様を信じたい方アメン、元気になりたい方アメン。天のお父様、感謝します。私たちは、どこを向くかが大事です。命がどこかから来るのか、力がどこかから来るのか、多くの人は知らないで、虚しいことに求めます。しかし私たちははっきりと確認しています。イエス様から良いものが来る、イエス様から力が来ることを確信しています。どうぞ与えてください。アーメンと言った方々に油注ぎを与え、力を与えてください。神の知恵、神の力を与えてください。あなたに求めます。あなただけに求めます。与えてください。今日もあなたの力で行きます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん今日イエス様の力で会いましょう。ありがとうございました。また夜。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。